龍が如く4続きをやっていきましょう。久々に再開しますが、もうすぐ終わるので、VTuber はなしでいきます。はい、やっていきましょう。カムロ町ヒルズへは西公園のトイレから有効。十分準備をしてから向かおう。おそらく準備はできているだろうから、向かっちまおう。カムロ町ヒルズへ向かえ。誰だ？よう、キリュウ。カムロ町ヒルズに行くのか？ああ、さすがだな。もう知ってるのか？はっはっは、当たり前だ。俺を誰だと思ってる。ところでキリュウ、もう知ってるかもしれんが。カムロ町ヒルズへの西公園のトイレの入り口、開けてあるぞ。お前にはそっちの方が慣れてんだろう。ああ、わかった。西公園ね。有効。もう無理や。俺は完璧に自信をなくしてもうた。めげないでください。めげたらそこで連載が終了なんです。すまんが、ちょっとどいてくれねえか。ああ、すみません。あ、キリュウさんやないですか。な？誰だ？俺ですやん。一年前相方が面倒をかけた火星ファイターの南沢ですやん。ああ、お前。またカムロ町に来てたんか。あと、去年、面倒をかけたのは相方じゃなくてお前の方だ。ああ、このブレが一切ない正論ツッコミ。相変わらず切れ味抜群やな。いやー、しかしまた桐生さんにお会いできてめっちゃ感動ですわ。お知り合いですか？知り合いなんてもんやない。桐生さんといえば、幻の3人目の火星ファイターとして有名やで。勝手に3人目にすんな。メンバーになった覚えはないぞ。そうや、桐生さん。俺を助けると思うて、女の子の落とし方教えたってください。話が見えないが。あ、申し遅れました。私、モテたい男の情報雑誌、キャッチラブの編集をしております。足渡りと申します。今、火星ファイターの南沢のキャバクラ攻略っていう連載企画の取材で来てるんですが、南沢さん、キャバ嬢と全然仲良くなれなくて、すごく困ってたんです。だって、火星ファイターやぞ。南沢やぞ。言うても、誰もキャーキャーしてくれへんし。南沢さん、自分でこの企画持ち込んできたくせに、まさかこんな手たらくとは、責任取ってもらわなくちゃね。キリュウさん、お願いします。シャインとジュエルってキャバクラの女の子のこと教えてください。このままやとほんまに恥さらしな記事を載せられてしまうんです。カムロ町のキャバクラの攻略か。最近会ったキャバ嬢のことだけでよければ教えてやれるが。ありがとうございます。俺ら、キューズバーって店に炊いておるんで、お時間ある時にでも顔出したってください。足渡りさんも、ほら、頭下げて。なんであんたが偉そうにお願いします。雑誌の紙面がかかってるんです。わかった。情報が集まったらキューズバーに顔を出そう。よろしくお願いします。なるほどね。ちょっとどいてくれるか。これ、なんかあるか？品定めする男。ふむ、この子も興味深い。おお、この子はけしからん。非常にけしからんな。あなたも品定めですな。いえ、かくいう私はこの場所で情報を眺めているだけで満足するたちでしてね。迷惑だ。帰ってくれ。店に行くことは私の中で禁じ手なのですよ。実際に会って私の中の幻想が壊れてしまう可能性もなきにしもあらずですからな。いやいや、これは私の性癖の問題ではなく主義の問題です。ええ。あなたはぜひとも行ってみるべきでしょう。有料店を無料で紹介してくれる情報スポットだと。はい、了解。おお、この子は完璧だ。ついにこの私が主義を破る日が来たのか？いやいや、それほどでもない。まだだ。何なんだこいつよ。あ、くそ。あ、これもクエストか。君、見たところ随分と腕に自信があるようだね。我が輩に勝てたらビッグな報酬をあげよう。まあそんなことは無理だろうがな。行くぞ。いきなり喧嘩ふっかけられた。もうやっちゃいましょう。はい、オッケー。
メガネ。まさか我が輩が破れようとは、君、ただものじゃないね。悔しいが約束の報酬だ。だが次は負けんぞ。勝手に絡んできて、勝手に報酬くれたわ。タフネスエンペラーね。本当相変わらず久々に龍が如くやったけど、やべえやついっぱいいるね、カムロ町は。屋上を目指せ。ああ、バトルね、了解。サクサク行こうか、バトルは。はい、オッケー。さあ、こちらね。正面から屋上を目指すしかないな。さあかかってこい。いや、んじゃなくてわかるだろう。あ、間違った。クソ、間違った。油断した。おいおい、はい、オッケー。逃げるんじゃねえ、行くぞ。こっちのセリフじゃ。おいおいおい、行くぞ。バリケード、これか。まだまだいるでしょう。はい、オッケー。さて、こっちね。はい、オッケー。さて、すげえ何回も組んじゃう同じやつ。はい、オッケー。数が多いだけですな。で、入る。高層階用エレベーターか。これで屋上に近づけるな。ん？行くぞ。おー、いる。よいしょ。あー、いたいた、また。はい、オッケー。さて、さあ、すまん。卑怯者め。ひらめいちゃった。ほら。ひらめいちゃった、キリュウちゃん。オッケー。さあ、ボスを連れてこい。ボスを出せ、ボスを。お前らじゃ相手にならん。こ
この非常口から先に進めそうだが鍵がかかっているようだ。そうなんだ。鍵。ここはいけない。こいつ、これか。カムロ町ヒルズの鍵を置け。手に入れた。ボス来た？うん、怖い目してる。さぞ強いんでしょうな。暇つぶしさせてくれ。退屈させんじゃねえぞ。大したことねえわ。これあれか、今まで出てきた中ボス的なやつらが一気に出てきてんのか。なるほど。多少歯応えがありそうだな。はい、オッケー。急いで屋上へ向かおう。もう次ぐらいが屋上でしょ、これ。はい、オッケー。ああ、そうだ。ここだ、ここだ。はいはい。捕まってんだ。忘れてたわ、もう。だいぶ間空いちゃったから。カツラギ。まさか本当にここまで来るとは。伝説の極道ってのはこういうもんなのか。ゲームは終わりだ。取引に応じろ。まあいいだろう。約束だからな。俺は男気はないが、仁義は守るよ。お前が欲しがっているファイルだ。早くその二人と1000億を渡せ。まあ焦るな。1000億なんて大金、そうそう簡単に運べるもんじゃない。そろそろここに届くはずだ。お待たせしました。お約束の現金1000億です。お前がヒドか。桐生一馬さんですね。こうしてお会いできるなんて光栄です。さあ役者は揃った。それじゃそろそろ取引に入ろう。ああ、物々交換としよう。まずは冴島靖子からだ。あんたはその場から動くんじゃない。木戸がそっちに行ったら、その女と引き換えにそのファイルを木戸に手渡せ。ファイルの中身を確認したら、冴島と1000億をここに置いたまま俺たちは帰る。分かった。さすがだな。こういう場でも動揺一つ見せないとは。まあいい、行け。ごめんね。
ファイルを。大丈夫か？ごめんなさい、私が言うこと聞かなかったから。もういい。兄貴とは話せたのか？ええ、長い時間一緒に監禁されてたから。そうか。おめでたい奴らだ。まさか本当に生きてここから帰れると思っていたのか？カツラギ、起動、撃て！こういうことです。桂木さん、俺が兄貴のことを裏切るとでも思ったんですか？兄貴、これを。さすが俺の兄弟分だ。よくやったな、木戸。桐生一馬さんですね。東条会柴田組金村工業若頭の新井です。こうしてお目にかかれて光栄です。何ふざけたこと言ってんだお前。自分が何をしているのか分かってんのか？お前は今自分の兄弟を裏切ったんだぞ。それがどんなことか分かってんのか？ええ、分かってます。十分なほどにね。おい、新井、東条会はお前に渡さねえ。何があろうと俺が食い止めてやる。いいな？遅すぎるんですよ。あなたはいつも遅すぎる。だからこうなるんです。それじゃ。お兄ちゃん。
ヤスコ、早せ。まだ奴が生きとる。カズラギ。ねえ。よくわかったな。25年前よりは利口になったじゃねえか。なんやと。結局お前は誰一人殺せなかった。最低のヒットマンのくせにな。ササイもかわいそうだな。お前みたいな間抜けな子分を持って。うわお前のようなカス殺す気もせん。一生そこで寝てろや。あの人のお父さんの無念を晴らすため私に託されたものだったのね。おい、何してんねん。来ないで。ありがとう、お兄ちゃん。たった一日だったけど、お兄ちゃんと話せて嬉しかった。ヤスコ、お兄ちゃんは無実よ。でも私はたくさん人を殺してしまった。だから私にやらせて。やめろ。こんな形でしか恩返しできない私を許して。ヤスコ！おい、ヤスコ？ヤスコ！返事してくれや！おい！ごめん。ヤスコ、ヤスコ、おい！第4部完。